そうですか。遠野さんはなんで見ないんですか。うん、私は、うん、集計恐怖症って言って、はい、自分の外見を直視できない、うん、気持ちが悪いモンスターみたいに見えるっていうちょっと症状があって、うん、まあ、精神の病なんですけど、はいはい、うん、それでですね、うん、まあ、本当例えばトイレ、さっき言ったトイレの鏡とかも直視はできてないんですよ、はいはいはい、一応直しには行くんですけど、はい、もうこう、うん、目をピンポイントで見たりとか、うん、それぐらいしかできない、うん、全体像を見れないっていうのがあってですね。ああ、なんだっけ、あのお笑い芸人の、はい、女の子ね、あの目大きく見せてダーンとかダーンとかダーンみたいな。鳥みゆきもあの目ギュッと開くでしょ、でやってるでしょ、あれやっぱ焦点ぼやかしてるのね。あ、そうなんですか、うん、なるほど、自分が見えちゃうから、うん、人から嫌だから、まあ、あのグッとこう磨いて、こうバランス取ってる。あ、なるほど、うん、でもやっぱそう、うん、でもトロさん、それはちっちゃい頃